はい、実況させていただいております。シロックマンです。よろしくお願いします。ドラクエ9です。9、9か。9ですね。9も昔ね、10年ぐらい前やってたんですよね。ちょっとね、どこまで行ってたか、ちょっと久しぶりにデータ見てみようかなと思いまして。あ、親帰ってきたな。あれ？なんでスタート押せないの？あ、こっちか。こっちや。こういう感じですね。レベル20代。はい。まあまあ、ちょっとね、これでじゃあ終わりにしたいと思います。はい、実況させていただいております。シロックマンです。よろしくお願いします。はい、今日はね、あ、落ちてもった。ちょっとあれかな。はい、ドラクエ9ですね。はい、これね、はい、これあれですね、3DS 使ってますね、本体はね。ちょっと真っ暗で電気消してるんであれですけど、これ 3DS 本体ですね。はい、少しだけ前ね、ドラクエ9ね、実況ありましたけど、あの時はね、一番古い DS でやったんですけど、僕 DS2 台とこの 3DS 持ってるんでね、今回 3DS でちょっとね、やりたいと思います。はい、これちょっとね、画面固定させてね、やるという感じでね。こんな感じですけど。はい。これ僕は昔ね、やってたデータなんですね。はい。これでやっていきたいと思います。はい。ちょっと音楽流れてないな。あ、そうか。音量が、あれか。ちっちゃくなったってことか。音量どこだ？これか。はい、来ました。はい。なんかえらい暗く。ちょっと待ってください。あんま変わんないな。暗いなぁ。まあ、しょうがないな。電気消してるからなんでしょうけどね。これもね、すごい久しぶりなんでやるのね。歌
ドラクエ9自体ね、これね、やるの9年ぶりぐらいだと思いますよ。はい。もうどこまで進んだかも全く覚えてないもんな、これ。一応まあね、レベル、ちょっとレベル上の画面やからな。ちょっと申し訳ないけど、こういう感じですね。はい。一応まあ、あれですね、レベルが23、23、22、22って感じで、はい。戦士、僧侶、魔法使いね。ポニーテ、オロニーナ、イリア、ユキリンっていうね、名前でやってます。主人公、女の子ですね。一応、ポニーテって名前で。はい。はい。まあ、一応、こんな感じですね。旅芸人。全く覚えてないなぁ。 ちょっと顔見せるの忘れたね。一応まあ 顔はこんな感じですね。ちょっとまあポニーテってだけあって、まあ、一応ポニーテールの女の子っていうね感じで一応ね作りましたキャラクターをね。こんな感じですね。顔はこんな感じです。はい。全員4人とも女の子なのかなこれ。イリア。こんな感じで。こんな感じですね。女の子ですね4人ともね。仲間までね。ユキリン、まあ、ユキリンは女の子だと思いますけどね。まあ、ユキリンっていうのは、まあ、AKB48 のね、柏木由紀のことですけどね。僕が推しメンの、はい、な感じです。はい。まあ、こんでね、そこの4人のキャラクターでね、やってました。はい。これフィールドなんですよね。砂漠です。で、これ金が強さ。金がね、金持ってないな、あれ？ちょっと待ってよ。まあいいか、とりあえず。まあいいや。あ、そうか。このゲームって敵が見えるんやったっけ？そうやったね、そういえばね。忘れてたけど。あ、上か！これ、ちょ、敵がこんな感じですね。はい。そうか。これ、懐かしいなぁ。もう9年ぶりですからね。こうなるのか。こうやって 上の画面見せないかんのか。はい。そうか。戦闘画面になったらこうやって下に持ってこなあかんねんな。そういうことか。はい。あ、まだか。こっち。こういうね。はい。ちょっとあれですね。3DS はね、ちょっと画面切り替わるときあるから、そういうとこはやりにくいとこありますね。あ、そうか。コマンドしないかんね。まあまあ、もうガンガン行こうってやってるから全然いいと思うんですけど。
あ、まだあれか、コマンドか。はい、倒しました。はい、こんな感じです。この戦闘曲いいですね。なんか久しぶりですね、聞いたの。いやね、今日なんでドラクエ9をやろうかと思ったと言いますとね、一応まあ任天堂 DS のランキングを作ってまして、それでまあこのゲームがランクインしてるからなんですよね、僕個人的にね。はい、これでもまだレベル20いくらぐらいですけど、割とあれじゃないですかね、割とあの 中盤ぐらいまでいってるかなっていうぐらいの感じだと、中盤か中盤よりちょっと、ま、前半ぐらいかっていう感じですよね、多分ね。めっちゃ強いな。つかも。4体もいるんや。はい。迫力ありますね。あ、これであれか。このなんていうのかな、フィールドの音楽もめっちゃ懐かしいな。いやもう全く覚えてない。攻略本とか一応持ってるんですけどね。あ、このヒャダルクの音が気持ちがいいですね。はい、このイリアとオロニーナっていうのは僕が昔ね書いてた漫画のキャラクターの名前なんですよね。はい、あ、これなんだ、なんか選べるのかこれ。あ、そういうことか。振り分けできるんですよね。スキル残り5、まあ、下の方を上げるか。はい、はい、はい、これでいいかな。はい、スキルポイントを振り分けを終了します。これでよろしいですか。はい、 OK です。神のお告げを覚えた。はい、はい、行きましょう。
敵いますね。砂漠やからね、行き止まりか、崖ですねここね。あ、そうか、上に地図が載ってるんですもんね。ポニーテに見とれているか。あるのかな。船があるんかこっちに。船ありますね。あー敵、あ今敵と遭遇するかと思ったけど逃げられたね。あー来ました、走ってきよるからね敵ね。あーゴーレム出てきた。ゴールドマンか、ゴールドマンや。金持ってそうですね。攻撃力強いな。結構硬いね。32、強いな。まだか。強い。やった、倒した。あれそうなんですけど、いけないですね。この敵が見えてるシステムっていうのがね、ドラクエでは8もそうでしたっけね。ちょっと忘れ、8あまり僕やったことがないんでね、わからないんですけどね。8が一番僕未知なんですよね、ドラクエ。まあまあ10もやってないですけどね。まあ、一応8持ってんですけどね、 Wii でね。Wii じゃないわ、PS2 か。持ってるけど、あんまりやってないんですよ。ああ、そうか。この上のところに、こっち側ちょっとなんか行けるところがあるんですね。ここ。あれ？入れないの？ここ。降りないかんのか、これどっかから。来た来た。
なんかそろそろ町へ戻って回復させた方がいいかもしれないね。イコ魔法使ってるしね、呪文も使ってるし。クマとスキルあれやね、振り分けができるんですね。はい、はい、5か5ですね。まあまあさっきと同じような感じやけど、まあいいや、これで適当でね。はい、はい、うん、まあ結界を覚えた。312ゴールド。街に戻りましょう。あー、敵出てきた。こいつらよう出てくるな。そうか、ユキリンが今武器で攻撃したってことは、魔法使えなくなったってことは、マジックポイントがもうないんでしょうね。ないですね、ゼロになってるね。こいつはもう嫌だ。ああくそ、あってもた。ああまたゴールドマン出てきたやん、強いやつが。じゃ薬草もあるんですよね。まあいいや、とりあえずゴールドマン。取れてるんかい。回心出た。倒しましたね。まあ敵出るな。まっすぐ行って街に戻れるんでね。はい。
地図がついてるから助かりますよね。はい、結構戦い疲れた感じです。どこが宿屋やったかな、これ。ここですね。7716ゴールド。街の人の話ね、聞くよりゲームね、まあ、戦闘した方が楽しいでしょうからね。これでもね、あ、そうか、そういうことか。こっちから行くんや。そうか、そうか、そういうことか。まあ、時間の許す限りちょっとね、あー、敵出ちゃった。あ、キメラ出てきた。キメラ出てきましたね。ミージキメラ。キメラ初めてですね。ちょっと これトライオー出てくるな。ザオラル、あ、親帰ってきたな。はい、すみません、終わります。